ュー戦士フレッシュファイター。ミュージックファイターが今注目するブレイク間違いなしのアーティストをおすすめするこのコーナー、今月紹介するのはこの4組。今夜登場するのは、さあ今夜は福岡出身の双子のイケメンユニットが登場します。 VTR どうぞ。ミュージックファイターをご覧の皆さん、はじめまして、オモフです。今夜は2007年に永遠の刹那でメジャーデビューを果たしたオンオフ。そんな彼らの注目ポイントは、幼い頃から何をするにも一緒だったオンオフの直也と和也。2人はミュージシャンの夢を叶えるため上京するも、その美しすぎる容姿からドラマプロデューサーの目に留まり、演技未経験にもかかわらずまず役者としてデビューを果たしたんです。ストリートライブをして3ヶ月後ぐらいの時に、たまたまそのドラマのプロデューサーさんが通りかかって、で双子役あるんだけどオーディション受けてみないかっていうお誘いがきっかけで、はい、双子でよかったなって思いましたね。双子役を探されてたので。2人は出演したドラマのエンディング曲で歌手デビュー。そんなオンオフにいち早く注目し、人気を後押ししたのが、女性を対象にしたアニメやアイドルのグッズなど、いわゆる乙女系の商品を扱う店舗が密集している東京池袋の通称乙女ロード。まるでアニメや漫画から抜け出したような容姿のオンオフは、この乙女ロードに通う女性たちの間で人気に火がついたんです。双子はいいですよね。ちょっとアニメっぽいよなって感じ。そうですね、双子は燃えますよね。アニメに出てきそうですよね。アニメに出てきそうですね。人気アニメの主題歌ですとか、あと漫画原作のドラマの主題歌とか歌ってらっしゃるので、そういう引っかかりからオンオフに興味を持たれるってお客さんが大勢いらっしゃるみたいですね。もう一旦アニメとかでハマっちゃうと、もうあとはもう本当にアニメとか関係なくてもオンオフの CD だから買うってお客さん結構いるみたいなので、やっぱりその音楽っていうのを評価されてるのかなと思いますね。そんなオンオフが待望のファーストアルバムをリリース。アルバムの聴きどころは、聴きどころはもう間違いなく僕らのハーモニーです。特にカズヤが上を歌って僕が下のキーを歌う時がやっぱり一番気持ちいいので、2人が一緒にハモっているところっていうのの、その気持ちよさっていうのを目つぶって聴いていただけたらなと思いますね。それではお聴きください、オンオフで花かがりです。どうぞ。